あれはヤンボ、あれあのピットブルとあのピットブルどこにいんの、あれ豊か小山、ピットブルって小山調べる、調べるとわかるよ。うん、調べてほしいです。あ、調べて、あいつがどこに今住んでるか全部調べるのか。そうで、あと顎ね、顎調べてほしい。顎って誰？あのヤストってやつ。あ、知らないよね。うんっていうその今の話し方だと、そなんかそんな聞いたなぐらいで。あれ竹信って連絡取れんだっけ、ゆたか。え、何？小林竹信いるじゃん。あ、じゃあ電話できるよ。あれ竹信はあのあいつの実家知ってんのかな。あ、ヤスト。うん。あ、竹信に明日電話して聞いてくれ。うんうん、お願い。ちょっとあの実家番号あるって感じで。うん。実家の住所教えてくれって。うん。やっぱりさ、そしたらすぐあるよ。そう、やっぱり何があるか分かんないじゃないですか。今やっぱ宅建太郎さんだっけ、宅建さんいるじゃん。あの方も今警察にね、いろいろ事情聴取されて。どうしよう、俺ほんとバカだよ。うん。でもさ、それでもさ、汗も垂れてさ、一日、うん、働いた人間の方がいいじゃん。そうだね。俺も本当に今回、うん、俺困ってんの実際来てるんだ、リスナーから。うん、もうお金困ってるってことは、もうお金くれるってことじゃん。うん、俺一気に持ってないからね。うん、いや、まあやっぱ意地って言い方悪いんだけど、うん、俺の中の生スパチャですね。生スパチャ、スパチャいただきます。あのね、あいつがね、あいつすげえなと思って。いや、すごくない。あの人間のクズでしょ、あんなの。人を騙してるような感じにしか見えないからさ、なんか腹立つんだよね。詐欺しか思わないよね。俺一回乗っかっちゃってベルベルに電話して、うん、まあ正直何喋ってか分かんないんだけど、コンタクト組長とか一緒に行って、うん、お前詐欺やってんのかよ、詐欺やってねえよとか言って、完璧な詐欺じゃん、あいつ。売ったらねえか売ったらねえかって問題じゃん。でもね、お金出した人が詐欺じゃないって思ってたらダメだよね。それだし、いや、この人にあげたんですって、もうそういう感覚で騙さ、もう洗脳されちゃってるから。だからそこもすごいね。そう、だからこれ以上そういう人が出ないように洗脳されるようなね、人が出ないようにしなければいけないっていう。どこの住所か全部ノブが押してあげるよ。で、俺はそこの家の前でライブ配信すればいいですよね、皆さん。いや、俺が行く。一緒に行きましょう。一緒に行く。一緒に。一緒に行く。そう、一緒に行かないと。もうなんかもうなんかの普通バカしいから。そう。あのクソが本当にムカつく、あいつムカつくし。そう、あの何人かで行かないとね、あの警察呼ぶよ、ああいう人は。なんかあのな、全くデタラメを言って、うんうん、100は呼ぶけど、うん、まあ何もなんないけどね。だって記者が手を出さなければ、うん、あの野郎試合したりもして。俺はあいつ絶対やらないから、うん、俺あの警護とだったら試合したいね。絶対やる、やってくれるかな。何が敬語第一とかできないもんね、あいつね、昔から。どうのが東京の人間だから詳しいじゃないの。できない。怠慢ではできんの、喧嘩とか。できないね。そもそもあいつの怠慢って聞いた時ないよ、俺は。でもないの。ないないない、本当にないよ。あいつが怠慢張ったとかっていうのを聞いた時がないね。弟とか聞いた時あるよ。一応疑いの6代目じゃん。だって6人ぐらいいる、6代目って言ったか。いやいや、あの同じ代ね、俺らの一個下のだけとかは 4,50 人とかいたよ、確かに。あいつの弟が頭だったじゃん、英語じゃなくて。あいつのだけは本当に 5,6 人しかいなかったからね、頭。あのあそこに渋谷にたまってたの、奥のロッテリアかなんかだっけ、ファーストキッチンだった。やばくないよ、5,6 人って。うん、そんなのなんか頭決めなくていいじゃんみたいなさ、みんな思わない？それ言う出てきちゃう、あいつ言うしばいで俺出すかんね。ちょっと付き合ってね。
あ、あ、いいよ、お前 YouTube 出ろよって言うから。あれ、ユーは判決決まったの？まあ、興味がなくなったよね。まあ、なんか、これ、うん、たぶんのぶにも、まあ、俺が言ってると分かると思うんだけど、うん、真面目な生活してると、うん、そういうやつだよね、ことあんま興味がなくなっちゃうんだよね。そうだよね、そういう意味ちゃう。うん、まあ、こんなことやつ生きてんのかなと思っちゃうから、うん、まあ大体なんか周りが聞いたら、あ、いろいろ、うん、さん、まあ、こんだけの経営くれましたよとか、うん、そういうのをよそから聞くって感じで、俺もまあまあダサい人間でどうしようもないけど、真面目に頑張ること頑張って生きてるし、なんかあんま興味がなくなったよね、そういう人に対して。うん。